クロックベルクのパーツがインドにあると知った俺たちは次のターゲットの元へ向かった。謎のスパイス商人ラジャン。カルカッタの路上生活からのし上がった男。彼の犯罪歴は違法な気持ちが良くなるスパイスを売っていた頃に遡る。大成功を収めた彼は悪名高い黒ギャングの一味に迎えられたのだ。以来ラジャンと名乗るようになり、自分が王族の一員だと周囲に触れ回った。派手好きで建てたばかりの宮殿での盛大なパーティーを企画していた。目的？彼が購入したクロックベルクウィングを自慢するためだ。クロックベルクウィング、そのシルエットを想像すると怒りが込み上げてくる。クーパー一族のものなら特に。ラジャンはこうすることにより名声をもたらすと信じている。でもそれも今夜で終わりだ。周りを調べてダンスホールに潜入するルートを見つけてくれ。パーティーのお客さんをチェックしよう。川を渡るにはどうやらあの尖った石を使うしかなさそうだね。スパイアジャンプは覚えてる？おい、ご先祖様の偉大なテクニックを忘れると思うか？忍者スパイアジャンプをするには青い光を見つけてジャンプしてから丸ボタンだろ。その通り。じゃあ早速やってみて。誰にも見つからずにダンスホールへ忍び込む方法を思いついた。でもあのバルコニーの扉へ行く方法はまだ思いつかない。大丈夫だ、渡っていけそうな枝がたくさんある。俺に任せろ。辛い。でもバルコニーに出ちゃダメだぞ、見つかっちゃうから。いたぞ、ラージャンのやつ。何度かこのパーティーにかなり大金をつぎ込んでるみたいだな。ウィングは象にがっちり取り付けられてるみたいだ。重そうだな。これは盗み出すのに一苦労しそうだぞ。電動ウインチだ。これは使えるぞ。お客さんの写真も撮っておいた方がいいね。ジャン・バイソンだ。クローギャングの一員でカナダで大成功を収めた有名な鉄道王だよ。クローギャングのメンバー、アルペジオだ。彼の専門は機械工学だ。これはコンテッサだ。インターポールでも地位の高い牢獄長だよ。
潜入捜査でラジャンのスパイス取引を調べているんだろう。カルマリータもいる。きっとコンテスタと一緒になってラジャンのことを調べて捕まえるつもりだ。ナイラ、彼女も潜入してるのか。つらい、気をつけてくれ。このパーティーは警察だらけだぞ。それで必要な写真は全部だ。アジトに持って帰ってくれ。作戦を練ろう。クロックベルクウィングをたくさんの客がいるダンスホールから盗むのはとてつもなく困難だよ。厄介なことに潜入捜査の警察官までいるからね。だけどそれは逆に利用できるかもしれないぞ。作戦の進行中には遅かれ早かれラジャンのセキュリティヘリが出てくるはずだ。マレーなら現場にある武器で対応できるだろう。でもスライが吊り橋を下ろさない限り誰も中に入れないんだ。